はい、今日はですね、ちょっと私が考えてきたリズムトレーニングということで、はい、アフロビーツのアクセントの切り方、ステップの切り替えだとか、アフロビーツ特有のリズムの取り方っていうのがあるんです。で、それをどんなに自由に踊ってても、そこが果たして自分が合ってるか合ってないかっていうことがわからないことによって、こう解放しきれてないっていうね、トレーニング法を作ってきました。東西南北に動けるようにします。例えば、はい、前です。前行ってもセンターに戻る、右に行ってもセンターに戻る、左行ってもセンターに戻る、後ろ行ってもセンターに戻る。右だったら右足から出してください。で、左だったら左足から出してください。で、前後はどっちでもいいです。好きな方、好きな都合のいい足から出す。必ずセンターでリセットします。チャッ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 、必ずセンターでリセット、必ずセンターに戻ってください。さっきはトントンドンドンで大また一歩でやっていたの、今度はカッ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 、トントントン、うんうん、トントントン、ツーとスリーをミックスしてください。なんか染み込んできました。染み込んできた。足の運びがなんか何も考えなくても。これね、要は私はもう潜在意識になっちゃってるわけ。すごい。考えなくても感覚で入れるんです。なんでここでなんかこのタイミングで入るっていうのが、気持ち悪いところからの練習をして、その意識的に意識的に意識してって、それを繰り返していくうちに感覚になってって、もう潜在意識でやってる感じになってるから、だからそこに持っていけばリズムのことを何も考えなく体が自動的に動くようになるんじゃないかと思ったのね。だから今のこの繰り返し練をひたすらひたすらやることで、例えばさ、今度メロディーが乗ってる音に対して反応できるようになる。内容がめちゃくちゃ濃かった。濃い。濃かった。出てよかった。いや、なんかそのまま、そのまま多分ソロバトルとかで使える。このレッスンいいですか？最高です。すごいいい？めちゃくちゃいい。